はい、みなさん、こんにちは。いつも元気がないな。みなさん、こんにちは。<laughs> えー。 こちらにございますよね。今日はお忙しい中ありがとうございます。公開もしまでに仕上げておくべきことということで、え実はね、これ今すべきことということで、シリーズ毎年度やっているんですけど、第3弾ということになります。第1弾が年末年始にすべきことということで、それから2月ぐらいでしたからね、今すべきこと第2弾というのをやっていたんですけれども、ちょうど労働保険が終わって社会保険に切り替わるときにね、労働保険のやり残しに、ね、引きずられて、社会保険まで あの。 友倒れにならないようにっていうようなことでお話をしたんですが、今回は第3弾ということで公開もしまでに仕上げておくべきことっていうことで、これちょっと座った方がいいのかな後ろが見えるのかなえ、これから約1時間ですね、え、私の方からアドバイスをさせていただきたいというふうに思っております。え、本日は梅田駅前本校の方から全国に中継で配信させていただいているんですけれども、え、全国中継校の方ともね、音声とか大丈夫でしょうかえ、またズームでご覧いただいている方、え、全国で170ぐらい今エントリーあるんですかね。 いらっしゃる方も同時にね、今日、教室の方と、こ私にお話を聞いていただければと思います。また、今回、実施にあたってね、ツイッターで、随分、あの、いろいろ応援とかいただきまして、たくさんですかね、朝から、ありがとうございます、なんかね、スタッフまで気遣っていただきまして、今日頑張ってね、やっていきますんで、ぜひ、勉強の参考にね、していただきたいと思います。 さて、今冒頭ですね、お見せしましたように、本試験8月28日まであと105日ということで、今すべきことは何なのかということですね。第2弾でしたかね、実施したときにちょっと日数が違うんじゃないかということで、ご指摘を受けたんですが、違わないんですね。これが合格をするための秘訣ということなんですよね。お持ちの方も多いんではないかと思うんですが、持っておられる方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、 社会保険労務士合格手帳っていうのはレックでは、あの、配布させていただいてるんですね。あの、一定の、あの、アンケートとかね、え、ガイダンスご参加いただいた方ということですので、えー、まあ、持ってない方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、これ、あの、 私、ヒューマンエラーよくやっちゃうんですけど、月曜始まりなんですよ、これね。月曜始まりで、え、土日がね、あの、週末ということで、まあ、土日まとめて勉強とかね、することで、あの、わかりや、見やすいようにということで、こうしてあるんだろうと思うんですけれども、え、本日は4月17日ということですね。そうすると、 表向きカレンダーでは133日前なんですということですね。いあと133日ってカウントダウンしている人は必ずと言っていいほど、あと何日欲しいとかね、あと1週間あればと言い始めるんですよね。そうじゃないんですよと。合格のための秘訣というか、合格をしようというような人は、もっと早いところに焦点を合わせているわけです。あとはコンディションを維持するって言いますかね。えー、知識をより 定着させるための期間として28日を残しているんですしたがって残りは105日ということになっていますということですもう100日切ることは目前に来てますよということですよねこれを頭に置いておいてもらわないといけないわけですねで本日お話しする内容はまあ、今日は4月17日ですからあと2週間ほどまだ 4月についてもゆとりがあるわけですね。あまりゆとりと思ってほしくないんですけどね。このあたりからね、まあ、スポーツで言えば屈伸運動でもやり始めていただいてということですわね。つまり、これから5月に入っていくわけですが、えー、5月の1日をもっても100日を切ってるんですね。91日ですよというようなことですよね。 えー、そして公開模試です、ね、があ、ちょうど私が消してたね、えー、公開模試が5月の27、それから28、29という、この月末の3日間で行われます。 27日、まあ、金曜日なんですけれども、まあ、この日からね、えー、来られる方もやっぱりおられたりとかしますこの日なんか私、よくあの収録なんかやってるんですけどね、教室覗くとやっぱり何名か来られて、平日静かなところでね、もし受けておられる方もおられると。また土曜日来られる方もおられると。やっぱり日曜日が一番多いのかなという感じですかね。まあ、日頃、通信とかで、えー、受講されているような方も、まあ、会場受験、 とかねできるんであれば、まあ、こちらはね、えー、していただくとなんとなく雰囲気なんかもつか、えー、めるんではないかというふうに思うんですけどまあ今回のテーマというのはこの27から29ということで第1回目の公開模試が実施されるわけですよね。それに向けてどう取り組んでいくのかということで第3弾「今すべきこと」「ゴールデンウィーク直前ですね」「第1回公開模試までに仕上げること」ということでこれからお話をしていきます。 で、まあ、この公開無視は、あの、名前の通り全国公開無視。 もしということでね、他校の方なんかもね、受けられたりとかします。また皆さんもね、あのレックの、もしのみならずですね、他校さんの分を1校ぐらいはね、受けておかれるといいんではないかと思いますね。やっぱり問題のタッチとかね、いつもレックばっかり見てると、ちょっとあの他校さんなんか見るとね、タッチが違ってたりとかいうことがね、あったりとかしますので、まあ、もしや時間があればの話ですけど、もしね、大事なことはいかに復習するかということですからね、あっちこっち申し込んで、あの資料だけ山ほど持っている人という、 たくさんんいらっしゃるんですけれども毎年ね、えー、だからといって消化できている方できないんだったらもうやめといた方がいいですよっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとタッチの問題とかがあるからどうなの,あの受けてもらっても、ね、いいんではないかというふうに思っているところなんですね。で、まあ、今回その公開無視までにどんなことを仕上げていくのかということで話をしていくということを申し上げているんですけれども、えー、ご存知の通りですね、えー、金曜日ですね金曜日に。 試験の概要が発表されたところなんですよね。で、その試験概要が発表されたということで、いよいよ、まあ今日もちょうど、えー、日曜日ということで、合格コース座ですね。朝9時半から先ほどまで講義をしていて、えー、多くの方が居残りをしていただきましてですね、本当にありがとうございます。お疲れのところですね。えー、残っていただいて、あの、話を聞いてもらっているわけですが、その、そのとこでも言いましたし、昨日ゼミでも申し上げたわけなんですけれども、 あの本気モードにねちょうどもう切り替えてもらう時期に入ったよということなんですね。 まあ、毎年のことなんですけど、ここで発表されたわけですから、いよいよ本気モードに入っていくということですね。そうすると、まあ、今年の試験については、予定通り8月28日に実施ということで、先ほど言ったように105日前ということになってきたわけですね。で、今年の場合は、合格発表が早くて10月の5日ということになっていると。まあ、いろんな事務手続き関係は後回しにはなるようですけれども、一応、あの、前倒しという、 通常からいけば1ヶ月ぐらい早いということになるんですかね、えー、そういったようなことですので、まあ、試験の結果次第なんだろうと思うんですけれどもやきもきやきもきする期間が、ねえー、ある意味短縮されるから、まあ、その点についてはいいんではないかと思いますねまずちょっと先ほどね準備するの忘れたんですけれども概要が発表されましたと、まあ、その中で、えー、合格者発表が、ね、10月5日になりましたよということで,で合格証書なんかは10月14日。 で漢方掲載が10月下旬というような形のスケジューリングということになってますね、まあ、ですからまず願書とかね漏れのないようにしっかりとね、えー、出していただくということですねそれから写真であったりだとか、えー、そのあれ卒業証書でしたっけねああいう受験票だったりとかねこれちゃんと準備しておいてくださいということです、まあ、試験内容等についてはもう例年通りということですの、ね、でも今日はね、えー、触れる必要はないだろうと思うんですけれどもね じゃあ、この、ね、105日前ということで、えー、まあ中にはスピード合格講座みたいに200日前からスタートしてきた人、ね、ちょうど半分ぐらい来たところでね、えー、まだどのぐらいの科目終わっているのかわからないんですけれどももうこれからいよいよ試験モードということが入っていくんですけれどもどうやってやっていけばいいかということですよね。そうするとちょっとまず、ね、振り返っておきたいんですけれどもこれまでどんな話をしてきたかとさすがにもう年末年始については、ね、もういいだろうと思いますので。えー 前回どんな話をしたかということをね振り返っておきたいと思います。 前回、今すべきこと第2弾でどんな話してたかということなんですけれども、小学の方についてはね、学習範囲の全体図を掴んでくださいねと言いました。要するにこれから、えー、試験というものに向かい合うにあたって一体どれだけのことをしないといけないのかっていうね、全体図を掴んでないとダメですよということ。頭の中にマップがなきゃダメだよということ。そのために目次を利用しようとあのしてくださいということを言いました。実際にこれをちゃんと、えー、製本して、 ねえー、使っている方多く見受けておりますいろいろチェックしてるとこのことによって全体像が見えるんだということですよねそれから問題演習をしたいとした学習、まあ、テキストは眺めるより手と頭を動かした方がいいんじゃないですかということでまあ問題演習とかね、えー、いうことを言ったんです問題演習やらない方が結構多かったりとかするんですよね問題集は問題集と思ったらダメなんですこれテキストだと思ってください意地悪な考えさせるテキストなんですよ